日本埼玉県引群時川町五秒五秒は埼玉県引群時川町の大技2011年1月1日現在の人口は1041人郵便番号は355-0343時川町北部旧玉川村西部に位置する北で小川町下里北東で拓路東で玉川南で本郷、西で日陰と隣接する 南部及び北部は、外秩父山地の尾根にあたり、中央部を投流すると木川の支流鈴め川に沿って、谷底平地が明け、人家が散在している。障子には中野、中野原、田中、銅の口、河原、平などが挙げられる。また行政区として、五名一区から五名四区に分けられている。地内には、縄文記の中、野原遺跡、栗が、八つ遺跡が見られ、 縄文期より定住のあったことがわかる。室町期の創建とされる、円通寺も見られる。江戸期初めには、天領慶安2年に一部が、円通寺領明和元年より、天領分が三教、清水家領となり、完成7年に天領に服した。文政8年に再び、清水家領になったが、安政2年に天領に服している。村高は、 武蔵田園坊によれば246国余り、他に上船約七7 5 0分、原禄号町では304国余り、天保号町では301国余り。文政10年に指定された関東取締り出役支配下の組合村においては、近隣の村々と共に玉川寄せ場組合に属した。用水は天水を貯めて、灌漑を行っていた。また、和紙、 小川上の産地としても知られた。1889年の町村制止校により、玉川郷、拓路村、日陰村と合併し、五名村は玉川村の大技となった。さらに2006年玉川村の時川村との新設合併により、時川町の大技となった。新編武蔵風土機構によれば、村の形が奥義に似ているので各呼べりといえども、 おそらく文字によって謙虚切設なるべしとあり、参考語帝の一人旬が作ったとされる語名線を源とする扇の衣装から来たという説が唱えられているものの、尊名ができた後に由来を唱えたのではないかという強い疑いが抱かれている。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 JR 東日本八高線が地内西側を南北に蛇行して通るが、駅は置かれていない。最寄り駅は明里市駅になる。ありがとうございます。